皆さんこんにちは。今回のトピックはマルチサンプルアンチエリアシング MSAA です。皆さんゲームエンジンを使う際にアンチエリアシングの機能は活用していますでしょうか？アンチエリアシングは、まあ分かりやすく言うといわゆるジャギーを防ぐ機能ですね。一般的にゲームエンジンでは様々なアンチエリアシングの機能が提供されています。例えば Unity の URP では MSAA、FXAA、SMAA、TAA の4種類が用意されています。本当はこれらすべてを解説したいところなんですが、今回はこの中でも MSAA だけを取り上げたいと思います。というのもこれらの方式の中でも MSAA だけはちょっと特殊な方式なんですよね。どんな風に特殊なのか一度丁寧におさらいしてみたいと思います。MSAA の解説に移る前に、そもそもエリアシングとは何なのか振り返ってみましょう。まずはアンチエリアシングなしで単純に三角形を描画するというケースを考えてみます。このように各ピクセルの中央の一点において三角形の内側にあるか外側にあるかを判定します。内側にあればその色でピクセルが塗られるわけですね。こうして描かれた三角形は十分な解像度がないと歪な見た目になります。 MSAA はこの問題をピクセルごとのサンプル数を増やすことで改善します。例えば ×2 の MSAA であればピクセルごとに2つの点を判定して記録します。そして最終的にこれらのサンプルの平均値を求めて表示するピクセルの色として使います。×4 の MSAA であれば同じことを4つの点で行います。 ×8 の MSAA であれば8つの点になりますね。サンプル数を多くすればするほど最終的な出力はより滑らかなものになります。このように説明すると MSAA は単に高い解像度でレンダリングを行っているだけのように見えるかもしれません。ですが実際にはちょっと違います。例えば ×4 の MSAA を例にしてみます。1ピクセルごとに4点の判定を行っていますが、フラグメントシェーダーはこの真ん中の1点のみで実行されます。テクスチャをサンプリングしてライティングを適用してというようなシェーダーの処理は1回しか実行されないわけです。つまりこれらの4点は常に同じ色になります。言い換えると MSAA ではシェーダーやテクスチャの解像度は上がらないということですね。あくまでも三角形の輪郭の描画だけが滑らかになるということです。ただこのような仕組みによってシェーダーの処理負荷が増加することは避けられます。単純に高い解像度でレンダリングを行ういわゆるスーパーサンプリングの手法よりも低いコストでアンチエリアシングが実現できるというわけです。MSAA はこのような処理がハードウェアの機能として実装されています。他のアンチエリアシング方式はもっぱらシェーダープログラムとしてソフトウェア的に実装されています。そう考えるとやっぱりちょっと特殊な存在ですよね。このように MSAA は品質的にもコスト的にもかなり優れた方式ではあるんですが、弱点もいくつかあります。まず大きな弱点として挙げられるのはディファードシェーディングに対応していないということです。ディファードシェーディングでは G バッファーを構築する必要がありますが、ここで MSAA を適用することができません。最近の AAA タイトルではディファードシェーディングやそれに類するレンダリング方式が標準的な存在になっています。それらの流行りの方式において MSAA を使うことはできません。そのため MSAA は最近あまり使われていないという印象にやっぱりなってしまうのかなと思います。次の弱点はメモリ消費量の増加です。MSAA では1ピクセルごとに複数のサンプル情報を保持する必要があります。そのため単純にフレームバッファの容量が増加します。 ×4 の MSAA であれば単純に4倍のメモリが必要になります。これはメモリの圧迫を引き起こす可能性がありますし、メモリ待機幅も多く消費することになります。もう一つ MSAA の弱点としてよく挙げられるものにアルファクリッピングの扱いがあります。先ほども説明したように MSAA ではシェーダーやテクスチャの解像度は上がりません。ポリゴンをアルファクリッピングによって切り取る場合、その輪郭には MSAA の効果が現れません。
各ピクセルの中央の1点のみでそのピクセルの表示・非表示が決まってしまうためです。ただし Unity の URP においてはこの弱点はすでに対策されています。アルファトゥーカバレッジという機能を応用してアルファクリッピングした輪郭も滑らかに表現されるようになっています。アルファトゥーカバレッジというのはピクセルのアルファ値を使って MSA のサンプリング結果を制御する機能です。まず普通にアルファクリッピングを行う場合を考えてみましょう。各ピクセルのアルファ値はピクセルの中央で決定されます。そのため MSA のサンプリング結果は各ピクセル内で均一化されてしまいます。アルファトゥーカバレッジを有効にするとアルファ値によってサンプリング結果が変更されます。例えばアルファ値が 0.5 であれば4サンプルのうち2サンプルだけを有効にするという変更がなされます。これによって4段階の中間値の表現が可能になります。実際にはアルファ2カバレッジの挙動には実装依存の部分があって使いこなすのがちょっと難しいです。左は NVIDIA の GPU で ×4MSA を適用したケースです。4サンプルでカバレッジを表現するので4段階のグラデーションが描けていますね。右は Apple Silicon で ×4MSA を適用したケースです。ディザリングを使ってさらに細かいグラデーションが描かれています。こちらの方が綺麗ではあるんですが環境によって見た目が異なるというのはちょっと困りますね。 URP では α2 カバレッジをそのまま使うのではなく輪郭のピクセルだけに限定して適用するような処理が組まれています。この処理の詳しい内容については Core レンダーパイプラインパッケージのソースコードを参照してみてください。シェーダーライブラリの中にあるシャープンアルファ関数の中に実装されています。このように長所も短所も存在する MSA ですが特にモバイル向けのアプリでは今も使われる機会は多いと思います。というのもモバイル向けの GPU では MSA が特別に最適化されているケースがあるんですよね。具体例を挙げると iOS デバイスや Apple Silicon の GPU においては MSA に様々なアドバンテージがあります。これらの GPU では画面をタイル状に分割して処理するアーキテクチャが用いられています。そしてこのタイルメモリーの中で MSA を効率的に処理する仕組みが実装されています。速度の面でもメモリ消費量の面でも欠点を回避して MSA を適用することができます。モバイルアプリを開発する際には MSA は依然として有力な選択肢の一つとして考えられると思います。こんな感じで今回は MSA について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。最近は使用頻度も減ってきている MSA ですが未だに使える場面は多いと思います。利点や欠点を理解した上で選択肢の一つとして考えてみてください。また他のアンチエリアシング方式についても同じように解説してみたいですね。特にテンポラルアンチエリアシングは MSA と同じぐらい癖の強い方式なのでちゃんとした解説が必要かなと思っています。他にもリクエストがあればぜひコメントに書き込んでみてください。今回の動画が参考になったという方は高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。